私は大学に入ってからやりたいことは決まっていたのですが、もしかしたら途中でやりたいことが変わってしまうかもしれないという不安もあり、愛媛大学では1回生のうちに幅広い分野を学んでゆっくりとコース選択について考えることができるので、この大学を選びました。学校の自慢は立地がいいところだと思います。近くに商店街もあり、お店も学校の周りに多いので、学校帰りに生活に必要なものをパッと買って帰ることができるので、生活しやすい地域に立っているところがいいと思います。私はイギリス文学のゼミに所属していて、そのゼミでは今は1984年という小説を読んでいます。少人数の授業になるので、グループワークなどもあり、その中で自分にはなかった視点からの意見を聞くことができて、刺激を受けることができます。授業がないときにはアルバイトをしたり課題をしたりしています。課外活動やアルバイトに参加することだと思います。課外活動やアルバイトの場所で友人を作ることで、学校以外での日も充実させることができるので、ぜひそのような活動に参加してみたら良いと思います。私は今治から松山に来たので、あまりこちらの地理に詳しくなく、最初は大学に来るのにも苦労したりしたので、入学する前にもっと松山の街を散策しておくべきだったなと思います。入学してから友達ができるかが不安だったのですが、サークルなどの活動に参加することで友人ができて、その不安は今は解消されました。今は不安のことも多くて苦しい時期だと思うのですが、リラックスする時間も大切にして、体を一番に頑張ってください。応援しています。